間ではありません。しっかり1年間、前から勉強して、この市議会に挑戦をさせていただいています。工藤俊一でございます。皆さん、ぜひぜひ、この工藤俊一、皆さんの力で市議会へと押し上げてください。こうして皆さんの前でお訴えできるのも、公にお訴えできるのは、今日明日の2日間だけでございます。大変大きなマイクでございますが、お許しをいただきたいと思います。工藤俊一、この勉強して